さあ、そして先ほどのドラマの、リスト見たときにですね、シンデレラと4人のナイトというドラマがありましたけれども、はい、それにちなみまして今日はこの会場からシンデレラを1人選ぼうと思います。題してこちらのコーナーです。上司のシンデレラは会場にガラスの塔の持ち主は誰だ。さあ、このコーナーはですね、会場にいらっしゃる皆さんに A か B かの2択に迫っていただきたいと思います。お手持ちの紙があると思いますので、こちらを出してください。さあ、それではですね、早速参りたいと思います。一部不思議な質問がいっぱいありましたけど、はい、2部も盛りだくさんです。楽しみにしてください。同じぐらいちょっと不思議な質問がありますからね。では、まず最初の質問から参りましょう。上司のシンデレラ探し第1問、こちら。見るとドキッとするのは A、 辛い時の笑顔、 B、 シンデレラか、シンデレラだ、嬉しい時の涙。さあ、辛い時の笑顔が初めて質問からちょっと難しいですね。ちょっと難しいですよ。はい、決めましたか。はい、決めました。はい、さあ、それでは会場の皆さん、あげてください。 A か B か、せーの、どうぞ。わあ、まあ半分ぐらいでしたね。はい、これ一気に半分いなくなりますよ、この質問で。さあ、どちらでしょうか。 A、B、あげてください。答えは A です。 A でした。辛い時の笑顔、そうですね、あ、多分は、実は A、B、A はもう A、B 中では A ですけど、あ、 A は、辛い時、うん、辛い時には僕前には억지로웃지말고힘들면힘들다고딱그렇게저는좋은것같아요。아복도나이では辛い時には辛いという表情を出してほしいという気持ちはありますよね。ね。でもドキドキする、はい、答えですから、はい、そう、ここがポイントなんですね。はい、ドキドキするのはどっちかっていう、はい、ね、もう、僕もう多分들었던것같아요。聞いたこと、聞いたことですけど、話ですけど、息子たちはお母さんみたい女性さんに魅力を感じたと聞いたんでしたけど、僕も子供からずっと僕のお母さん見て、本当に永遠みたいな人です。はい、辛い時でずっと笑う、あ、계속웃으려고하시는거죠。もう辛くても笑顔でいてくれる、努力してくれてた人だと、はい、그래서저는A なので、今日もみんな辛いんですよ、会場は。でも見てください、もう大爆笑じゃないですか。そうですね、はい、いいです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次参りましょう。続いての質問はこちらです。一緒にしたいのは A 音楽、 B ゲーム。これはシンデレラと一緒にしたいのはどっちかですかね。シンデレラですからね。シンデレラ、他の CM のメンバーとかじゃなくてシンデレラです。シンデレラと一緒にしたいこと、はい、音楽、決めました。決めましたね。じゃあ先ほど会ってた方を対象に聞きます。 A、B、あげてください、どうぞ。はぁ、これも分かりました。半分ですね。半分ぐらい分かりましたね。はい、じゃあ正解お願いします。 B です。 B でした。音楽はメンバーたちとですよね。シンデレラと音楽はね、はい、ゲームですね。はい、普段ゲームあまりしないでしょ。ですね。でもまだゲームの方が。そうですね、うん、音楽はもう一人でもうすごく
いいですよね。もうゆるゆるさん、うん、例えば例えばもう作ってた、作った曲を聞かせること、うんうん、このことはいいですね、うん、でもだからといってあの上新さんが作った曲をこうシンデレラに聞かせながら、はい、そのシンデレラが途中からこうって歌い始めたらちょっと迷惑ですよね、これね。そうです、そうですよね、はい、静かにしててください、よろしくお願いします、はい、じゃあ次行きたいと思います。続いての質問こちらです。はい、料理して食べるから、これはもう超大変な、もう A の B が A か B かです、ね、A か B かですね、ゲームですから、ゲームですから料理して食べるなら A、A、B、変える、決めました。リオでも、はい、お煙かぶちょ変える、変える、うん、変えるのね、食べれる時と食べる人もいます、たまに。ああ、カブロね、鶏肉みたいだってよく言いますよね。ヘビも沖縄でね、一部あの食べるところあります。一部ですよ、一部、あ、いる部分食べたんで。ああ、ヘビ、あのこう、くちょうじょうけおらなかった。ああ、ペン、あ、そうそう、ヘビ、ヘビの血とかね、はい、ありますけど。さあ、それではいきます、いきます、せーの、どうぞ。お、これは B が多いですね。おお、本当ですか、はい。さあ、それではヘビかカエルか A、B お願いします。すいません、 A です。おお、ヘビ、うん、なんかカエルは、あ、カエルの足、足、足をよく食べるんだと聞いたんでしたけど、うん、僕は食べれないです。でもペン、ヘビ、ヘビはなんか、ナショナルジオグラフィー、ナショナルジオグラフィー、はい、なんか、いろいろ、なんか、おっと、ペオグリス、はい、ペオグリスだわ、せよ、ペオグリスだわ、그、タモンガンで、ほんじゃ、メモモロがたまんでいく、サヤンエソボコ、いろいろ、アメリカン。そういうのがあるんですか。ああ、自分で。なんか番組があるんですけど、なんか変なもの捕まえてこう食べたりとか。はい。ヘビ。ヘビ。ヘビ。うん。パッキーの中ではヘビ食べたりですね。あ、その番組で食べてました。ああ、僕が出た番組じゃなくて、見た番組。そう、はい。そのアメリカの番組でなんかヘビ食べてるし。ほらほら。もう全部食べます、その人は。何でも食べる。はい。で、ヘビも食べてた。はい。あ、じゃあ、カエルよりはまずヘビの方がいいんじゃないかなということですね。はい、いや、僕なんかウナギとちょっと似てるからかなと思ったんですよ。あ、ウニャ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 。ウニャウニャウニャ。ウニャウニャウニャの解説は後ほどした控えにして。ありがとうございます。ウニャウニャ。はい。ウニャウニャウニャ。さっきの僕は何でしたっけ、チュルチュル？チュルチュル。あの猫の、はい、おやつ。はい、まあ、大人気なんですよね。そうですね。ミニョクの猫、はい、もうチュルチュル、はい、いっぱい食べるから。でもチュルチュルはここがない。はい、それチュルチュルですね。チュルチュルとチュルチュル、ちょっと違う。はい、そのところがない人はチュルチュル。チュルチュル。はい、チュルチュルはチュルチュル。チュルチュルですね。チュルチュル。チュー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 、何が違うんですか。チュー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 、なんか上にいてチューチューがここでしょ。チュー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 、難しいですね。はい、そんな話で盛り上がってどうするんだって感じですけど、結構減りましたけどね。まだ残ってる方ちょっと手挙げてます。ああ、少なくなりましたね。はい、じゃあ次行きたいと思います。続いての質問こちらです。愛情を示すなら A、 さなへ、愛してるの言葉、 B、 無言で抱きしめる、うん、さあこれはどっちなんでしょうね。もう決まってますか。はい、お、決まってるの早いですね。では会場の皆さん、残ってる方挙げてください。 A、B、どうぞ。お、B が多い。 B がめっちゃ多いです。そうですね、B が多いですね。
3分の2ぐらい B じゃないかな。では答えは、お最後の皆さんはちょっと違うんですね。 A です。 A ですか、はい、おお、もうもちろんもう表現、はい、表現する、うん、演技も全部するじゃないかな、はいはい、と思うんですけど、演技が、うん、もうまあ、と、둘다하겠죠。2つするけれども、はい、まあ、でも、A には A と B どっちを選べてるんだったら A だと、はいはいはい。でもやっぱり B を求めてる人が多いから B を上げたんですよね、みんなね。あ、結局A を求めてる人が少なかった。求めてる？あと A を希望하고있는사람이별로없고、あ、B を기대하고있는사람が多くて、たぶん、まあ、僕だったら僕もまあ楽勝でやられたいかなって。すごく言ってたんですよ。そんな大きな体が、ジュッジュッジュッ、それで、なんかこう、はぁ、もう上司が遅いなぁ、俳優だ、お待たせって言われたら全然待ってない。 B は話せない。そうそう、話さないね、はい、もうそれ結構僕好きですよ。もしあの今日エンディングまで、もし今日エンディングまでどうしても後ろから抱きしめたい時は貸してください。ごめん、貸すなんて。マニアで、はい、おぬれのエンディングがに、はい、デート書き込んだらどうしてもパンと、ああ、おじゃどじゃせよって言って僕が古谷さんかな。そうですね。あ、最後夫人です。進めましょう、次どうぞ。はい、はい、ピクニックに行くなら A お弁当、 B はバーベキュー。うん、決めました。決めました、はい、さあ行きましょうか。残ってる方挙げてください。せーの、どうぞ。もう少なくなりました。おー、 B が多いかな。はい、では答えお願いします。答えは B です。 B、 おー、 A の方はそこまでです。実は、はい、僕は弁当がちょっと嫌です。おら、はい、弁当をもう昔からデビューしてずっと家族では弁当よりキンパ、海苔巻き、海苔巻き、簡単に食べるから、19歳、はい、ずっと韓国で活動するながら 90% が全部キンパでした。 90% がキンパだった。それで金箔が正直ちょっと嫌いです。金箔食べすぎて、はい、金箔が嫌いだった。はい、それで弁当とか僕は温かいが、はい、メニューが많이없어도금방나온거를좋아하지、うん、メニューが많은도시락을좋아하지않아요。メニューがたくさんあるものじゃなくて温かいご飯がいいと、はい、たくさんなくても、はい、弁当よりは、はい、確かに弁当冷たいしね。そうですね、なるほど。そこまで弁当が苦手だったとは思いませんけど、バーベキュー、あ、それで今日 もう実は僕たちは公園場来るときに、はい、全部スタッフさんとか、はい、全部お弁当を食べるんじゃないですか、はい、僕はなんか派手な弁当より吉祥寺に行って食べる方が簡単で、基本一つ普通ワンポックが僕はそれがいいです。温かければね、はい、それで、はい、今日最後吉祥寺食べました。また寂しい。そうそう、最後の吉祥寺とか昨日は最後のなんかあの一覧とかああ今日はあの吉祥寺で行って朝ごはん、はい、食べてきました。ネギ玉
卵ご飯ネギ卵ご飯ちょっと派手に食べましたネギ卵と牛丼ですけど肉は大盛りで A セットで紅生姜がいっぱいあってすごいなんか話聞いてるだけでもう抱きしめちゃう後ろから牛丼で抱きしめちゃうもう、うん、あなたの紅生姜になりたいあいつか牛丼食べるときは時紅生姜なかったらおうチャラになるわけよ あんまり食べれない、はい、牛丼生姜が一切紅生姜がなかったらダメだった紅生姜が赤いものでしょ赤いもの、うん、それ大好きですあそうなんだ、はい、あ昔は牛丼屋さんねになんか日本人さんが紅生姜牛丼にいっぱい乗って、はいあーそれできる？と思ったんでしたけど、うん、今僕がそうなんだね、はい、いや今朝は、そんな吉牛で贅沢をしたという吉牛の 中では僕は何人でしたおーデリシャスあなたそのいいお話ですねなんか箸ちょっからくちゃくちゃ日本人っぽいです箸の使い方も日本人っぽかったはいはい、専門家です、専門家専門家みたいな吉牛専門吉牛専門家みたいな卵をこうやって混ぜて紅生姜混ぜてなんかこういう話聞くともっと好きになってますよね、あ、大丈夫です、僕これ以上好きにならないでしょちょっと好きになったらね、怒られますから、はい、じゃあ次行きましょう、はい、こちらです、どうぞ記念日に用意するなら A 花 B 手紙おこれはこれは気になるな2つ全部あげたいなでもどっちかを選ぶはい、はい、じゃあ残ってる方少ないと思いますがあげてください A B どうぞおおほんと少なくなりましたあれ B ばっかりかな A が2人 A が A 2人しかいないのあ3人か3人あはい三人様三人様さあ A B どう今一人二人三人クロケ韓国語半分日本語半分で一人二人三人いいですねもう申し訳ございません大丈夫ですもうこの中ではもうスマホだし、はい、ね大丈夫三人でいきましょう一人二人三人はい今回は A ですおっと花もちろん手紙もいいですけどなんか意味がある花あげたいですねあ花にく日本語で花言葉花言葉がありますね意味がね本前、はい、花言葉がいい花をあげたいですねお素敵じゃないですかさあ残ってる方数少ないです手紙は次はもしかすると最後かな最後の問題何でしょうか行きましょう次こちらですプロポーズは A 男性から B 女性からおうんえっドキドキするねあこれは正直半分なんですお半分半分はいおじゃあちょっとここで上げてもらいましょうか今残ってる方3名か4名だったはずですじゃあ上げてくださいどうぞさあ残ってる方上げてくださいよA と B 分かりましたねあ、はい、分かりましたなんか増えてますけど大丈夫でしょうかおかしいですねはい、それでは答えは A です A 男からもちろん、ポイントでは男から男からでも、でも、うん、あ今ちょっと考えしましたけど、はい、女性さんはい女性さんがプロポーズしたら今回感動があったわけよあすごい感動するかもしれない、はいうん、確かにびっくりするよねそうですね、うん、びっくりしてあこれはキスする明日僕はやるなんかそのあーかっこいいもう抱きしめられたいですね抱きしめられたいですねわかりましたいいですねそれなんかプロポーズされてそれをキャンセル明日お出かするよ
も B も、うん、いいですね。そういう意味ではいいですね。さあ、では残ってる方ちょっと立ってください。今残ってる方立っていただいていいですか。そのプレートを持ってもらっていいですか。そして AB のちょっと確認させてください。4人様じゃないですね。ペアミさんいません。5人様5人いますね。5人ですね、はい、その5人様ですよ。増えないでください。1、2、3、4、5。はい、じゃあもう一回他者を話すんじゃ、はい、おお、これ面白いですね。次の質問こちらです。子供ができた後のお互いの呼び方。 A パパ、ママ。 B あ、中心パパ、中心ママ。はいはい、あ、子供生まれた後に、はい、あのソロをイルムブロスで、あの日本でもね、はい、日本ですぐ、はい、カプチャに例えばあの子供の、ああの例えば子供エビが多様なんですね、はい、食ってかけず男じゃ嫌じゃぬソロへブロスで、はい、イルムブロスで。そうですね。女子なとか、はい、でしょ、はい、で、フルヤーとか、はい、で、エルガメさんなんてエビが太郎なんですね、はい、カプチャにパパだって言うのよ、幼者が。はパパ、パパ、うん、エビが太郎なんです。子供の名前がビチュビチュです。ビチュパパビチュパパビチュパパね、ビチュママ。あ、ビチュママ、ね、パパ、ママ、関係プルケが一切。あー、うん、はいはい、それが A ですね、はい、で、B が名前、くでろ、そのまま。だから、女子な、おーまーちゃんじゃん。おーまーちゃん、まーちゃんはそれでいいですよ。私がまーちゃんじゃないですね。なんでまーちゃんですか。はい、それを説明しました。あー、はい、まさゆきだから。あー、はい、まーちゃん、2個目のまーちゃん。あー、女子な、まーちゃんに書く、くでろ、くでろ、ケース。あー、はい、だから、えぎが手を出すとか、かっちゃけ、パパ、ママ、パジャンなの。名前がビーチだったらビーチ、うん、ビーチママ、ビーチパパ。だから、うん、あの女子なんて言ってもだからパパってママがパパっていう時が書くみたいな。おお、はい、そうですね、はい、ああ、ハモホンにもパワーにありますよ。ありますよね、ソーサーパーとか、うん、そうそう、はい、で、そうなるかクーデロそのままか、はい、決めました。さあ、擬音語を勉強してたんですか。いやいやいや、もうこのところでずっと説明してたんですけど。あ、違うんですよ。やっぱりね、国が変わるとね、習慣がちょっと変わるから説明、僕も不思議ですからね、パパ、ママっていうのね、若干ね、日本人ですけど、言わないから。うん、でもそういう人いますからね。さあ、それではですね、先ほどのお兄様、挙げてください。 AB どうぞ。はい、あれ、みんな B、 みんな B ですよ。おー、これで散々盛り上がって A だったら確かに受けますよ、ね、さあ、では A、B どちらでしょうか。どうぞ。 B です。はい、あ、韓国にも、あ、そう、もう調子なか、無視なかとか、うん、もうお母さんの友達が僕のお父さんに調子なか、いらっしゃい言います。友達がそのパパ、あの上司や、上司やパパとかママとか言うとき、はいはいはい、でも夫婦サイエントとかロケハムがいるもん。夫婦サイエントとかカツンもハムサーって言ってたよ。夫婦の間でも韓国でもたまにしてる人がいらっしゃるということですね。さあ、じゃあ次行きましょうか。次の問題こちらです。休日は A、うちでのんび、 B、必ずお出かけ。これはシンデレラと一緒に、シンデレラと一緒に、はいはい、そこがポイントですよ。それでは、お兄様、開けてください。どうぞ。はい、お、分かりました。A、A、B、B、B。分かりました。はい、2人 A、そして3人 B です。はい、はい、正解は A で、A です。2人になりました。はい。はい、野外よりは、多分、家とか、中に一緒にいる時間がいいと思います。はい、うちでのんびりということでした。さあ、ここまでは、いろいろと新しい新シリーズをこの会場で見つけようということで、ありがとうございます。